オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学の時間です。皆さんこんばんは。沖縄で怪談ですとかいろんな話を収集しております小原武史と申します。昨年、夏に出させてもらったんですけども、何人かの皆さんはお分かりだと思うんですが、いろいろありましてですね、私生活でちょっと入院したりとかちょっと裁判沙汰のいろいろなこともありましてですね、詳しくは言えませんが、いろんなね、ことが人生に起こるなと、ちょっと思っておるところであります。今日はユタさんについて話すんですが、私も個人的にいろいろありましたんで、ちょっとユタさんにいろいろね頼ったり話をしたり、それらのことについてもちょっとね話せる範囲でも少し話していきたいなと思っております。それでは早速授業を始めていきたいと思います。いろいろそのユタについて興味を持って取材をしてきたんですけども、何名ですかね、50名ちょっとぐらいの方とは話をしたんですが、個人的にも相談しているユタさんはいらっしゃいますね。時々話が出るんですけど、比嘉さんという方にはいろいろ助けてもらってて、僕とほとんど同年代なんですけど、これ言っていいのかわからないのでカットされるか分かりませんが、皆さんご存知のようにちょっと少し前にいろんなことが私ありましてね、個人的にやっぱり相談したわけですよね。個人的に2つさっきいろいろあったと言いますが、この YouTube 出た後に腎炎という病気で入院しちゃったんですよ。でその時にうちの奥さんがすごい心配しましてね、日賀さんに電話して何とかしてって言って泣きついたみたいで、その時になんかねいろいろそのグイスっていうんですか、ノリトをあげてもらって、これ本当の話なんですけど、僕カテーテルを入れられて、ここからで、それは嫁さんにも言わなかったですし、 ICU にいましたからね。で後で日賀さんがこういうノリトをあげたって言って送ってきたんですよ。でその中に右の胸から水が入ってこう体を浄化するみたいな描写とか、いろいろにちょっと言えないですけど、入院してた時の状態とかを表すような言葉が入ってて、何月何日までに良くなるって書いてたんですよ。本当にそこから良くなって大部屋に移れたんです。僕はちょっとサプイボが立ったというかね、だからなんていうんですかね、人間本当に一人では生きてないなと、いろんな助けをもらってるなというのはちょっと実感したことがありました。ユタとは何かっていうことなんですけど、ユタというのは沖縄にいるシャーマンの人々ですね。民間の霊媒師です。霊媒師って聞くと、古くは義母愛子さんとか、いろんな方いらっしゃいましたけど、そういう方を想像すると思うんですけど、それぞれができる能力っていうのも違いまして、ある人は先祖と話ができる。例えば恋愛にすごい強いユタさんとか、最近はね、なんか動物と喋れるユタさんも出てきてますから、ユタって一つだけではないという感じがね、ちょっと分かっていただけるかなと思うんですけど、あとそのユタさんっていうのは、例えば占い師はカードを見てカードを読むわけじゃないですか。この人に対する答えが出てるカードを読むと。そういう人もいらっしゃいますけど、大体基本は後ろの神様に聞くんですよ。後ろの神様が言ったことを伝えるんですね。沖縄にはね、とりあえずたくさん神様がいらっしゃるんですよ。八百万の神様っていう考え方あるじゃないですか。800万いると。で沖縄には多分もっといるんですよ、神様が。例えば琉球神話とか日本神話に登場する神様はもちろんなんですけど、最近はね、なんかキリスト教の天使がついたユタさんもいるんですよ。私の後ろには琉球の神様はいないという方もいるんですよ。何がいるんですか？マリア様です。マリア様がいるのにユタとして活動されるんですかって言ったら、そうですよ、何か問題ありますかって言われて、問題はないだろうなと思って。ユタの語源っていうのはユンタクをする、ユタっていうのは人と喋る仕事ですから、でそこがその占い師とかそういう方との違いだと思うんですけど、だからみんな一人一人神様がついてるわけです。それは守護霊の先祖である場合もあるでしょうし、死んだ野呂さんとかね、そういう場合もありますし、それぞれなんですけど、必ず何かその神様がいらっしゃるっていうのが霊媒師とユタの違いっていうかな、そういうものの一つだとは思います。基本ユタっていうのは沖縄の人です。ここ僕ちょっと強調して言いたいんですけど、僕がいくらスキルを学んで修行してもユタにはなれないです。ユタって沖縄の人が信じる、で沖縄の人にかかる神様がいろいろ重要な力を持ってくるので、例えば内地の占い師が私は誰々のユタに修行しましたって言ってユタを名乗るは本来おかしいんです。本来は沖縄出身の方だけです。そこはねちょっと理解していただきたいんですけど、あとですね、ユタっていうのは代々家系としてなるものでもあるんですね。1700年代からずっとユタをやってたと。
そういう家系でしたら代々ついてた神様がまだいらっしゃるんですよ。でその方が新しい子供が生まれたらこの長女、最近では長男も多いですけど男の人もね、神だりをさせて歌にすると。でこの神だりというのが一番重要で、何の前触れもなくポッって歌になるんです本当に。でそのポッってなる時のことを神だりっていうんですけどね、大体2年間、なんで2年間なのかはよくわからないですけど若い人が多いです。あの神だりする人はね17とか、まあもっと若かったら中学生とかねいらっしゃいますし、小学生はさすがにあんまり聞かないですけどいらっしゃることはいらっしゃいます。一番あった中で長かったのは36年、もう8年ぐらい前だからもう40年、今 どうしてるか分かんないですけど、その方は本当にね、あの統合失調症のような状況になってしまって、でそれはどういうことかというと、あの物事の判断がつきにくくなるんですよ。自分じゃない時間が増える、つまり朝何してるか覚えてない。でも家族から見たらちゃんといろんな人に電話したりとか本読んでテレビ見てご飯も食べてるんですけど全く記憶がないとかあるんですよ。中に本当に自殺までする人いるんですね、その神代わりをして。それを乗り越えた人がユタになるんですよ。大抵そういうのが最初に起こります。神代わりした人がほとんどは最初病院に連れて行かれるんですよ。有名な話で、ある精神病院で、入院する時に問診票を書くじゃないですか。でその時に家族の方に問診票を書いてもらうんですけど、その問診票の中にねチェック項目があって、あなたの家系にユタや神代わりした人がいらっしゃいますかという一文があるんですよ。でそれを、まあ、チェック入ったらやっぱり精神科医としてもちょっとこの人は神代わりが入ってるのかというちょっと一つの認識としてね持つことができるんですよ。このあたりはボーダーインクさんから出ているユタとスピリチュアルケアっていうね、そういう精神科医の方が書いた本に載ってますので、もし興味のある方はねちょっと参考していただきたいんですけど、精神科医の人と喋ったことあるんですけど、沖縄の人なんですけど、沖縄ってやっぱり特殊な一種の風土病だっておっしゃってました。なんていうんですかね、家系でやっぱりその例えば怒りっぽい家系の人とか落ち込んでしまうような家系の人、やっぱり遺伝子でいろいろあるらしいんですよ。なかなかそれは証明できないみたいですけども、それの一つとしてやっぱり見えない世界に傾倒してしまうとか、そちらにこう傾いてしまうという家系の人も実際いるんではないかと。神だりした人から聞いたんですが、ある時その人は神だりをしてしまって全然普通の生活が立ち入らなくなったわけですね。ボロボロの車に乗り始めたり、音楽趣味も変わるんですよ。その人ね、レゲエとか聞いてたんですけど、ピアノ、ショパンのピアノしか聴かなくなって、で吹き抜けってあるじゃないですか、一軒家の4メートルぐらいあるんですよ。そこに吹き抜けの窓があったんです。人がほとんど立てるか立てないぐらいのこのぐらいの隙間なんですけど、そこに後ろ足で飛び上がったんですよ。噂とかね、そんなんではよくこういう話聞くんですけど、その神だりした人のお母さんから僕話聞きましたから、まあ、実際そうだったんでしょうね。だから下ろすのが大変で、はしごを持ってきたりとかしたそうなんですけど、人間でそんな3メートルも4メートルも飛べないですよ、後ろ足で。その神だりした人を見たユタさんがこういうことを言ってたらしいんですけど、あんたについてる神様は一時期に200人もの人を神だりさせてると。で、この同時期に同じ神様が神だりさせておかしくなった瞬間にこの沖縄に200人いるんだと。2年後に1人だけしもべとして働くそのユタさんを決めると。だから結局この人はユタにならなかったんですよ。結局精神を壊してしまって今も苦しんでます。そういう選び方をされるんですよ。で、あとの199人はどうなるか、中には亡くなる方もいますし、体の調子を壊されたり一生寝込んでしまう方もいらっしゃるような、そんなね、なんか一種の呪いに近い状態なんですよ。あとの199人は捨てられるって言いましたけど、捨てられなかった時もあるんですよ。ちょっとこの話しますけど、あるユタさんがその人を見たんですよ。その人神代わりしても大変だったので、そしたら、あんたの神様はもう一人選んだと、あんた捨てられたから自分の人生生きた方がいいって言われたんですけど、もう体ボロボロ、毎日7錠8錠も薬飲むような生活で、ほとんどもう病院に通ってるような状態なんですよ。で、医者ももうそれ以上何もできないって感じだったんですけど、ある時有名な海岸があるんですよね。百名ビーチって言いますけど、そこはですね、あの海の中に日が当たってるんですよ、こうやって。でそこで夜呼び出されたらしいんですよ。で誰に呼び出されたか分かんないから、そのビーチでこう横になってたんですね。で横になってたら海の中から誰かザザザザ上がってくるんですよ。で見てたら真っ白い服を着た野呂さんで、
で話をしたらしいんですけど、でそれは言葉じゃなくて心の中で話したらしいんですが、だいたいかいつまんだ言葉で言うと、あんたは今神様いないだろって向こうが言ったらしいんですよ。あ、なんか〇〇っていうし、ユタさんによると僕は捨てられたみたいですって言って、あんたはうちのものになるかって、うちの文中になるかって、文中っていうのは家族ってことです、一家一門のね、あんたはうちの文中になるかって言われて、知らないおっさんですよ、まあ生きてる人じゃないんでしょうけど、僕頭痛くてもうフラフラして薬も飲んで車も運転できないんですけど、これが良くなるんだったらあんたの言うことをちょっと聞きますって言ったら、パッて消えたんですよ。で目が覚めたらもう朝日が昇ってて、でそこから体が軽いんですよ。でバスで来たらしいんですけど、あのバスの中でも口笛吹きたくなるぐらい軽くなって、で今その人は別の神様がついてユタになってますよ、はい、こういうのは多分沖縄だけなのかなっていう気はしますね。で沖縄の人はみんな言うんです、ユタは呪いだって。ユタになることは全然幸福なことでも幸せでも何でもないと。ところがね、最近そのナイチャーの方が遠い家系に沖縄の人がいるから私はユタなんだとか言ってる方いらっしゃるんですが、沖縄ではユタなんて呪いなんです。自分からなる人なんて誰もいないんですよ。そこをね、なんかそのステータスみたいにユタという名前ですよね、そういうのが欲しいのかなと思ってしまって、僕はそこはね、なんかその本土の人の考え方と本当のユタの人の持ってる恐れというか恐怖ですね、そういうのがちょっとすごい食い違ってるなっていうのを今のネットとか SNS とか見ながらすごい思うんですけど、本当ね、ユタになった人で自殺された方、僕知り合いでいるんですよ。ユタって人を助ける、まあ、仕事ではあるんですが、本当のユタの姿ってそれはもう厳しくて、僕のね知り合いの比嘉さんって方も結構倒れたりしてますので、普通に皆さん考えているこう占い師、こう対面で人を見てあなたはこうした方がいいですよって、それだけじゃないんですよ。そこはね、ちょっと本当肝に銘じてほしいです。これから占いをしようとしている人、ユタっていう肩書きが欲しいとか思っている方はバカなことやめてください。絶対やめた方がいいと思います。皆さんいろいろ言葉を聞くと思うんですけど、カミンチュとかノロとかね、これ全部違うんですね。ノロっていうのは、まあ、はっきり言って公務員です。ノロは琉球王府の社会の宗教組織の長であるわけですね。でそれはみんな女性です。ノロさんにもいろいろ役職がありまして、まあ、村社会の中でもノロさんがいていくつかこう組織があるんですけど、その人たちが何をするかって言ったら、人を見るわけじゃなくて村の祭祀を執り行う時の、まあ、メンバーなわけです。誤解しちゃいけないのは、ノロさんっていうのはこう占い師みたいに一対一で人を見ないんですよ。それはあのユタの役目なんですね。で男性のユタもいるんですけど、これは、トキと言います。方言ではトゥチですね。トキっていうのは時間の字です。トキの役目は最初はね、暦を読む人だったんです。つまり王様の前に出て、今日は北へ攻めるのがいいとか、今日は暦の上ではこの大凶の日なので攻めない方がいいですよとか、そういうその軍事的なアドバイスも行っていたようですね。一番有名なのがムクタウフトチっていうね、これ口噛みそうな言い方、もう一回言いますよ。ムクタウフトチというね、この人はすっごいあの力のある男性トキだったんですよ。すごいその当時の王様から敬重されて可愛がられてたんですけど、周りのその臣下たちがこう妬むわけです、ムクタウフトチを。である時あの臣下たちが王様の目の前でネズミをこう箱に入れて差し出して、ここにネズミは何匹いると言ったんですよ。で王様も1匹しか入ってないのに知ってるわけですよね。ところがムクタフトチは3匹いますって言ったんですよ。ああ、じゃあお前間違ってるじゃないかって言って、臣下たちの手前、王様も引き下がれないわけですよ。打ち首にせえって言って、今のアジャ港のところに処刑場があったんですけど、そこに行ってもう首ポンって切られちゃったわけですよ。ところが切られる1時間ぐらい前に王様が箱を開けたら、ネズミが子供を産んで3匹になったんですよ。これは大変だということで、ムクタウフトチを処刑を止めるためにのろし上げたり止めようとしたんだけど、結局間に合わずにこのムクタウフトチというのは殺されちゃったんですけどね。で王様はその後すごい悲しんだんですよ。だってムクタウフトチが3匹って言って殺しちゃったのに、箱を開けたら本当3匹いたわけじゃないですか。あの王様はムクタウフトチのことを憐れんで、王族しか入れないお墓があるんですけど、そこに一つね、所在不明、誰なのかわからない遺骨があるんですね。それが
ムクタフツシの骨であると今も言われてるんですけど、まあ、そういうその逸話があったりするんですが、最後にね、カミンチュというのがいます。神の人って書くんですけど、カミンチュの役目っていうのはこれ神様のために働く人なんです。何をするかっていうと、神様が例えばヘド岬の滝に行って拝みなさいって言ったら拝むに行くんですよ。今度は首里城の京の内に行って拝みなさいとか、神様が言われたことをはい分かりましたって言って行って拝むだけの人です。本当にそれは何をしてるかって言ったら、琉球の国を守るんですね。琉球の国って風水的になんかいろいろ説があるんですけど、これはねこの風水で固められていると。でそれを補完するために、補強するために、こういう神道の人が神様がこうしろっていうところで拝んだりするわけですよね。大体この3パターンぐらいあるんです。いくつかね、ノロと時についての文献はあるんですけども、これは琉球王府の役人ですから、琉球王府が解体されたらもういないわけですよね。それを管理する団体もいませんし、明治政府はそういうことをしてくれませんでしたから、ですので全部役職を解かれてもいないわけです。ところがユタは民間信仰なので、誰が承認するわけでもない。別に琉球王府から明治政府に世が変わってもユタはいるわけですよ。でそういう意味で現在も多くのユタと、まあ、自称も含めてですよね、ユタと呼ばれている人が沖縄にはいるというのがお分かりになるかと思います。逆にノロとかトキもそうですけど、政府のまあ役職でしたから存在できないわけですよね。ただね、トキっていうのはもしかしたら民間にもたくさんいたんではないかとも言われています。それはなぜかというと、男性もいるんですよ、神だりする人ね。でそういう人は今はもう便宜上みんなユタって言いますから、男性もユタって言いますけど、当時はトキって言ってたんじゃないかと。本当はね、男性のユタっていうのはおそらくトキという呼び名が一番正しいんですけどね。まあ沖縄の社会の中で活動はされています。まあ、長年取材をしてきまして、ユタのいいところ悪いところ考えたらいろいろあるんですけど、一時期はですね、ユタ半分医者半分という言葉があって、今もまああるんですけど、特に女性がユタにはまるというですね、この事象がもう多発しまして、家庭の主婦が家の中で不思議なこととか事故が起こったりとかいろいろあるじゃないですか。誰に相談するのかって言ったらユタに行くんですよ。これをユタ荒野と言います。ユタ買い、ユタを買うということなんですけど、ユタ荒野をした主婦はどうなるかって言ったら、もうどん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 深みにはまるんですよ。おそらくね、全員全部のユタが力があるとか本物とかそういうわけじゃないと思うんですよ。お金儲けのためにやってる人って僕も知ってますし、いっぱいいらっしゃるんですよね。そういう人が家庭を滅ぼすこともあるんですよ。まあ、知り合いのね、税理士が会社が倒産したので税務処理で入ったわけですよ。で税務処理でいろいろ記録を見ていくと、使途不明金がいっぱい出てくる。で計算したら約2億、一つの会社で2億の使途不明金がある。でもう社長はいないので、もう亡くなってたらしいので、もう調べようがないんですけど、もういろいろ社員の残った人に聞いていくと、どうもその社長の女性がユタにはまってて、もう毎回毎回ユタと離島とか北部のお墓とかいろんなところを回って、1回の出張でまあ100万ぐらいパーンって飛ぶんですよ。ユタにはお弟子さんもいましたから、そのお弟子さんで会社の人、社長でみんなでね、1週間とかかけて離島回るんですよ。そういうので使っていたと。ユタの値段ってないわけですよ。昔はね、多分2000円とか3000円だったんですけど、まあ今ね、そのカウンセリングだって考えたら、まあ1万円とか2万円ぐらいが妥当だと思うんですよね。2時間ぐらい時間を拘束するわけですから。でも2万円ぐらいが妥当だとしても、同じ時間で2、30万を請求するユタさんっているんですよ。でその人たちが当たるかどうかわからないです。あんまりそんなにお金取る人のところ行かない方がいいと思います。はい、ではこれからユタに関する会談を紹介したいと思います。このチャンネルではオカルトを楽しく学べます。チャンネル登録お忘れなく。